ミヤセオニケです。今回ご紹介するお店はソンエッドさんです。こちらのお店がですね SNS でとても人気で、なのでこのように行列ができています。ただ SNS でものすごい数で紹介されているから、おそらく広告なんですよね。だから広告だけで美味しいのか、それとも広告であってただ味は微妙なのか、その真相も確かめたかったから検証も兼ねてやってきました。でこちらのお店がですねどうやって来るかっていうと、チョンノサンガの6番口から出てエキソンドンの方に入っていき、道なりにまっすぐ進んでいき、白い看板のお店が突き当たりにあるので、そこを左に曲がって1番目の角を右に曲がると着きます。果たしてこちらのお店も食べちゃって結果は知っているんですけど、早速確かめていきましょうか。カチャ。メニューは代表メニューとしてキムチジョンと3パック、手仕込み豚のお肉の3パックとカルビミョンを頼みました。店内にですね、庭があります。小さなお庭があるようで、カウンター席に座れるとこういった風景を楽しむことができるのでおすすめですね。そして料理が来ました。この3品が今回頼んだメニューです。こちらにあるのが手仕込みの3パック。大きさとしてはそこまで大きいかなっていう感じかな。続いてこちらはトウモロコシがたっぷりと乗ったチーズのキムチチヂミです。トウモロコシ×チーズ×キムチっていう、まさにちょっと変わったチヂミになっていますね。そして最後はこちらはカルビミョン、お肉が入ったカルビミョンです。パスタ風に仕上がっているので、なんとなくおしゃれな雰囲気を感じることができる、そんなビビンビョンですね。それでは早速こちらの料理たちを食べていきたいなって思います。じゃあもっけすみだ。まずは3パック、大葉のような、その葉のような何かしらの葉っぱで包んでありますね。これはそのままかじってもいいんだけど、ハサミがあるのでハサミでカットします。中にはお米が入っていますね。豚肉だけじゃなくてお米がメインでたっぷり詰まった3パブになっています。ではこちらの3パブ半分に切ったものを食べてみましょうか。一口食べてみてちょっと味がそこまで強くないなっていうのを感じてしまい、そんなバカなと思うのでもう一度食べます。この3パブに関しては葉っぱの味わいがちょっと癖のある臭みというのかな、また味に関してもそこまで強くなく、中のお米だったり手仕込みもちょっともっちりとした食感、なかなか不思議な味わいです。続いてキムチジャンをいただいています。キムチジャンはかなり油が中に入っていて、でキムチの味わいはするんだけどそこまで辛さも強くないから、辛いのがちょっと苦手な人でも楽しめるんじゃないかなと思います。食感はそうですね、若干パリッとしているぐらいであって、そこまでキムチのパリパリッと食感がなく、またもちもちとした食感もそこまで強くない普通のキムチチヂミです。なかなか麺が絡まっていてうまく取れないんですけど、
だいぶ弾力もありそうな麺ですが、こちらの辛ビミョンに関してはビビン麺の味わいなんだけど、麺が太くてもっちりしているし高評価なポイントですね。カルビのお肉に関してはそこまで美味しさもなくて普通のお肉、ちょっとパサつきもある普通のお肉ですね。またこちらにコーンがあるんですけど、このコーンはこんな形で簡単に割ることができるので食べやすいかなと思います。また中に何かソースが入っていて、これがマヨネーズとマスタードのようなソースなんですけど、チヂミやチーズそしてコーンとの相性がかなり悪くて申し訳ないんですけど、このソースが全然合っていないので本当に避けたいぐらいです。このキムチジはそのままでも特に美味しいキムチジミだから、このソースによってかなり味が損なわれたかなって思います。このようにビビン麺そしてチヂミそしてそばを楽しんできました。結論から言うと普通です。先ほど普通といったその理由をポイントに分けつつ説明していきます。まずなぜ普通かというその1、今回のお目当てであるこちらのそば、こちらがちょっとよくわからない味だったっていうのが強いです。このそばは一番のメインメニューのはずなんですけど、特に辛みもなく特に旨みもなく、またこちらで包んでる葉っぱがちょっとプラスチックのような味わいもするから、そんなに美味しさっていうのもなくて期待外れですね。続いて2つ目の普通だなって思ったところがコーンですね。キムチチヂミ自体のところは全然いいんだけど、ただコーンが乗っている分、このチヂミのちょっとメインであろうこのコーンの部分のソースがだいぶ相性悪くて、僕はここ本当にダメです。この部分好きな人は好きなのかもしれないけど、キムチチヂミの味がかなり損なわれてしまいました。ただここのビビン麺カルビの麺はまだ美味しく楽しめました。麺も太くてもちもちしていて、ビビン麺の味も美味しい方で、お肉はまあ普通なんだけど、ないよりかマシかなっていうところなので、ここはねこのビビン麺はいいんじゃないかなと思います。ただビビン麺を食べにここに来るぐらいだったら違うお店のビビン麺を食べる方がいいんじゃないかなと思います。そんな感じで正直普通なお店、普通な味わいです。内装や外観とか雰囲気はかなりいいんだけど、そうですね、味がやっぱりまだまだかなって思うので、味をねどうにかすべきかなって思う。どういう雰囲気が良くても味がついてこないとリピーターにはならないのでね。あ、もうすみだ、本当に SNS にたくさん上がっていて PR のために投稿しているのか、それとも本当に嬉しくて PR でも投稿してるのか、どっちか分からなかったから今回来てみたんですよね。で、観光地エリアということで海外の方ももちろんなんですけど、日本人のお客さんもいます。なのでね、しっかりね真実を明らかにしたいなと思って来なくていいですね。本当にちょっと期待外れが強すぎました。せっかく雰囲気がねとてもいいので、これにプラスして味が良ければね、このお店はもっといいお店になるんじゃないかなって思います。もしかしたら違うメニューは美味しいかもしれないけど、代表メニューとして歌ってるこれらの料理はそこまでの味だったので、あまり大きな期待はできないかなって思います。それではご視聴の方にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。안녕.